ようこそカラスの日記へようこそ。おはよう。今回はリキアンとパパのモーニングルーティーンです。起きたとこなんでちょっとまだぼんやりしてるリキアンです。で、ハウスの床がこんな感じになってます。ふんと羽とあとは餌ばらまいてますね。普段はカメラ回ってないんでもっと大喜びなんですけど、カメラ回ってると警戒するんでちょっとおばねピコラスぐらいで控えめです。おはよう。いいと思うよ。おはよう。で、とりあえずお水をまず交換します。まあ、なんかイロハスした後の汚れたやつですね。このお水をとりあえず交換して綺麗なもんに入れ替えて、はい、あ、なんか羽抜けました。大きい羽が抜けてるみたいですけど、パパはフードの準備してます。間違って買っちゃった小粒の餌相変わらず食べてますけど、これを適量餌箱に入れて羽はもらいました。はい、結構でっかめの羽ですね。先がちょっと傷んでます。で、これ必ず毎朝いうことではないんですけど、この時は、ささみジャーキーあげてます。まあ、他に何かジャーキーに限らずおやつをあげることが多いですかね。はい、で早速イロハスしてはります。はい、これするからフードが床に散らばってるんすね。いつも濡れたもん掘り込んではブルブルするっていう。はい、で、あ、もうすでに水が汚れてますけど、次に床の掃除をします。とりあえずいらんもんは溶かして、で、糞ですね、軽く拭いて、で、なるべく塊は洗濯機に入れたくないんで、塊は落として、で、タオルは洗濯機行きです。で、大きいのは、大きい塊はティッシュで集めて、ゴミ箱に捨てます。はい、で、細かい、フードやら羽とかはこの後掃除機で吸います。はい、で、掃除機はもう慣れてるんで、この長い棒を掘り込んでも特にビビることないですね。違う天然の木とかやとこの長さやったらかなりビビりおるんですけど、掃除機の、先は特に怖がることないみたいですね。音はもう昔から平気なんで、リキさんは掃除機は全然大丈夫です。
けどこの時はなんか文句言ってますね。何言ってたのかちょっとわからないですけど、変な声で文句言ってました。はい、ほんで、抜けた羽やらフードとかと細かい糞の残りですねを、掃除機で吸ったら、あとは拭き掃除ですね。はい、でこのコンパネのコートが意外に綺麗に拭き取れるように表面コーティングされてるやつね。おしっこもうんこもしっかり綺麗に取れるんで、軽く水拭きすると綺麗になります。で柵の際やら、これちょっと撮影してるから普段より念入りにやってますけど、毎朝ここまで丁寧にはやらないですね。汚れに応じていう感じになるんで。で、このタオルの交換作業は1日にまあ数回やるんで、朝にここまで綺麗にしないことも日によってはありますね。前の晩に替えたてとか、はい、の時は。で、新しいタオルを引いたら、ほぼほぼ完了っていう感じで、力さんはその上で、さっきのジャーキーを食べるっていう感じですね。力ちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。